はい、この動画を一緒に頑張ってくれるあなたはめちゃくちゃ素敵よ。今回は朝にやると脂肪が減るストレッチをやっていくぞ。1種目目は全身をストレッチ、大きく腕を回して固まった体をほぐしていこう。またこのチャンネルではダイエットに役立つ情報を投稿しているので、見逃さないようにチャンネル登録して待っていてください。感想もコメントに書いてくれると嬉しいです。はい、オッケー、いい感じだ。そしたら次の種目は手を耳の横に当てて体をひねっていく動き、後ろを振り返ってあげよう。ゆっくりでオッケーだよ。それではスタート。今回は運動が苦手な40代の女性愛さんから、朝起きると体がガチガチ、ほぐして痩せるストレッチを教えてほしいとリクエストをいただきました。わかるわ、朝って体ガチガチ、腰痛いし、血液の流れも悪くなっているから代謝も落ちて痩せにくい状態。そんな状態を解消できて一日中痩せ体質になれるストレッチがあったら嬉しくない。そんなお悩みを解消できるのが今回のストレッチ、一緒に頑張っていこうね。はい、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目は股関節を回して股関節周りの筋肉をほぐしていく動き。オッケー、それではよーいスタート。股関節周りは朝起きるとガチガチに固まって、股関節が痛いとか腰が痛いって原因になってくるから、こうやって動かしてね、ほぐしてってあげよう。呼吸は息を吸いながら足を持ち上げて腕を広げるイメージね。 OK、 いい感じ。はい、オッケー、ナイスファイト、いい感じだ。そしたら次は内もものストレッチ。内ももに隙間作りたい人はこれ絶対やった方がいいよ。オッケー、スタート。ゆっくりと伸ばしていく。痛気持ちいいところまでね、痛いところまでは無理して伸ばさないこと、逆に硬くなってしまうからね、気持ちいいなーっていうところまでね、十分。そう、いい感じ。オッケー、オッケー、ナイスファイト。そうする、次の種目、ヤンキー座りのような形になってあげて、その状態で手を合掌ポーズ、左右向いていく動き、スタート。で、軽く左右向いてあげようね。右左、信号をチェックするときみたいな、道路を渡るとき右と左をチェックするみたいな、そのぐらいの範囲で。オッケー、でこれね、ヤンキー座りができない方、足首浮いちゃうよって方は、足首の硬さがね原因になってくるから、その場合は足幅を広くしてあげると楽になってくるよ。狭くするとヤンキー座りできなくなってくるからね、広くして座ってあげよう。今自分ができる範囲で行ってあげてね。それではもう少し、はい、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目、腹筋と股関節周り、そして腰を伸ばしていくストレッチ。オッケー、よーい、スタート。グイッと後ろに引いて前に体を持っていく。で、天井を見上げるような形で腹筋を伸ばしてってあげよう。で、もし腰が痛いよっていう場合は、無理して上向かなくても、かんだ、上向かなくても OK。 今自分ができる範囲で行ってあげてね。後ろにはね、グイッと引いてあげよう。しっかりね、腰周り、股関節周りをほぐしてってあげよう。いい感じ。オッケー、いいね、いい感じだったね。そして次はまた立ち上がって背中のストレッチ。オッケー、背中の横で伸ばしていくよ。スタート。グイッグイッと伸ばしていく。これも痛気持ちいいところまで伸ばしてあげてね。呼吸は息を吐きながら倒して、吸いながら戻っていくイメージ。いい感じ。背中が固まるとね、巻き肩猫背になってしまうから、しっかり背中伸ばしてってあげよう。そのことでね、姿勢が綺麗になって痩せ美人、いや、なんだそれは、痩せ体質になれるからね、頑張っていこう。はい、オッケー、ナイスファイト。そして次の種目、肩甲骨周りを動かしていこう。肩に手をつけて後ろに回していく動き、それではスタート。大きく大きく回してあげよう。
呼吸は息を吸いながら後ろに回していくイメージ。肩甲骨しっかり動くようになると血流が良くなって痩せやすい体質をゲットできるからね。これめちゃんこ大切。体をひねっていくストレッチ。腕は脱力した状態で行ってあげてね。それでは用意スタート。呼吸は息を吐きながら後ろを振り返ってあげるイメージ。脱力が大切。そのことで背骨の動きが良くなり腰痛の予防やお腹痩せにもつながってくるからね。姿勢の改善にもおすすめだよ。そう、いい感じ、頑張って。はい、オッケー、ナイスアイト。そしたら最後の種目、大きく深呼吸して終わっていくよ。鼻から大きく吸って口から吐いていくイメージ、スタート。大きく上に伸びして吐きながら体を丸めていく。吸って伸び、吐いて、そう丸めていく、いい感じ。今日もね、いい一日になるよ、大丈夫。しちゃおう、もういい一日にするんだ。自分でね、自分をしっかり褒めて幸せにしてあげよう。そうするとね、心に余裕が生まれて周りにもね、幸せを与えられるようになるから。そうすればいい一日になるから、できるから、大丈夫。オッケー、もう少し。はい、オッケー、ナイチファイト、ナイチファイトナイチファイト、はい。今日もね、いい一日になる、大丈夫。少しね、今ので笑顔になれたでしょう。一緒にいい一日にしようね、お疲れ様。Love you.